達だと思ってたのに裏切られた。友達の家でご飯食べてたら急にネットワークビジネスの参入。君は今の自分に満足してる。俺はここに来て後悔してる。1年前スポーツサークルで出会った彼はイケメンで優しくてスポーツができて料理がうまくなった。サイレン系ペッタンな陽キャがいるんだと驚いた。彼は俺をパン教室に誘った。面白そうだったパン教室は彼の先輩ブギュー歌って開かれた。足がすくむほどの立派な家だった。住所を間違えたのかと思ったけどその家で会ってた。クレーンゲームにぐるみぐらいでかい人が顔で迎え食われるかと思う。注文の多い料理店のようにこの日この料理教室は俺が調理される方なのかと錯覚した。パン教室パン発動したパン教室は楽しかった。みんなで作ったあんパンと白パン豆腐が作ったミネストローネとサラダは絶品だった。自然でチャーシュー作ってて2つ楽しかけど交差って判明した。先生も先輩牛夫もみんなの上調理器具も調味料もみんなアウェイ。俺以外の参加者は全員アムウェイ。ウェイの提供でお届けされていっていた。要するに俺は前からロックされていた。カモだと思われていた。俺はそんなにちょろそうムカつく悔しいと今の俺は語る。その日はアンコヤのウェイバイク。その日はムリアンウェイに誘われず解散した。だから気づけなかった。後日彼からカレーパンを作ろうとの誘い。そして今に至るエナジードリンク飲んだのかってくらい。エナジーは知ってるんだからネズミ子は嫌いなんだよ。カノは手がだらむ一年間雑談しててスタッフそのそぶりやカトルボコを見せなかったのが見事。一般人に期待して出やがった。適当に相づちして用事あると嘘ついて帰った。俺知ってんだアムウェイ経済圏上位の一人だいな。絞り取られるってこと誰でも簡単に稼げる方法があるなら日本の経済はもっとよくなくなってるだろう。日本にアムウェイが来てたらもう2年上立ってるのに。ネガティブなイメージがあるのはそれだけ人を仕事しするビジネスってことじゃん。てか数年前予定四五分になってたじゃん。とにかく二度と関わりたくない。けど彼の先輩のばあさん牧師の小説さん借りてる。先輩ともがっつりアモウェイの新ちゃんさすがに大人になって開幕は良くないよね。しかし誰にも夫婦にも連絡したくない。小説返す時を手伏せ言って待ってるかも。そのまま部屋に連れ込まれて洗脳募集を受けるかもかも。もし俺がみんなにマルチ商法を招待し始めたその時は察してくださいとか言ってたら彼からまた連絡を無邪気作ってくるだって成長におととりします失礼。ショックで持ちめないと言った。